怪しいな、この辺怪しいなって思ってるところがあるんよ、カナダスは。それは、なんか、なぜかというと、そっちの方に、何にもないのに、なんかすごいそっちの方に、いろはちゃんが、裏でね、行ってる気がしたのよ。裏でストーカーしたの？あ、そうやで！あん、そうやで！堂々と、うん。裏でだったら、なんかチラッとさ、追いかけたことあるよ。ゴジャルも追いかけたことあるし、小よりも追いかけたことあるし、裏で全然、なんかむしろ配信中とかは悪いなと思ってさ、邪魔したら悪いなと思って。坂本の配信中にストーカー、まあそういう説もあるけどね。ストーカーじゃないよ。ちょっと追いかけただけだよ。なんかストーカーいるんだけど。何？ストーカー？そう。そうなんかい。坂本は僕のこと好きすぎだけど、僕は別に坂本に対してね、いや、この後輩僕のこと好きすぎですわという思い。があるということですから、別にあれですからね、それだけですからね。これ何？シオ先輩のハサミ、チョキチョキ可愛いね。キモ、キモすぎだろ。シオ先輩が俺って渡してくれた使用済みズボンだよ。きっしょ、気持ち悪。お前気持ち悪いよ。書いとこう、気持ち悪って。気持ち悪。もう少し冷めた感じでお願いしますじゃないんですけど。シオンじゃバレるかな？アクタンの顔文字。アクタン全然ログインしないのに。アクタン全然ログインしないのに。今日なりすまされて。これどんな反応するかな？シオン先輩ごめんなさい。やめますってなるかな？怖いんですけど、これにしよう。光らせて坂本。光るやつあるかな？坂本行かないの？行かないの？これなんだ、なんだっけ、ここ。深、怖っ。ちょっとやだな。なんか深いぞ。ひよってんのか？ひよってねえかぞ。ひよってるやついる？いねえよな。なにこれ？なにこれ？これ坂本が作ったの？テラコッタだから坂本っぽいな。ここに置いても同じとこ出ちゃうんちゃうの？あ、ほら、繋がっちゃうよ、ネザーゲート。あ、遠いから自分家にも置いたんかな？あ、ここ、もしかして坂本！じゃ、みんな！いて、今、足がぶつかった。ね、もしかして坂本これ、カナダさん家のショートカットじゃない？やだ、あいつさ、好きすぎだろ、僕のこと。こんなに好かれちゃうことある？どうしよう。あら、まあまあ、じゃあこの辺に新しい家も作ったろかな。相思相愛、それな。逆に遠くに引っ越そう。遠くに引っ越したらさ、なんか坂本から離れたいのって言って、泣いちゃうかもしれん。やめよう。